はい、皆様には今日はアソビューで買える1日券 50% 引きの購入方法をお伝えしたいと思います。まずアソビューリフト券、何でもいいので検索サイトでキーワードを入力してみてください。そうするとですね、公式のサイトが見つかります。このマークが公式サイトになっているので、ここから見つけていただいた方が次の作業に入りやすくなります。押してみると表の画面に出てきます。初めての方は新規登録、使用したことがある方、登録済みの方はログイン作業です。ではまず初めてアソビューを使う人、アカウントを作成します。メールアドレス、パスワードを入れてから同意してアカウントを作成するを押してください。この時のメールとパスワードを忘れないようにしてくださいね。後々使いますので、どこかに必ずメモとかしておいてください。そして登録済み、使ったことがある方はその時のメールアドレス、パスワードを入力してフォームを入力してログインを押せばログインすることができます。さて、ここからは予約の仕方、熊の湯のチケットを使って説明をさせていただきたいと思います。まずアソビューのサイトのトップページに行きます。バナーが出てくるまでスクロールをしていくんですが、ウェルカム信州アクティビティ割というバナーが出てきます。このバナーを見つけたらクリックしてください。ここを押すと今度はウェルカム信州アクティビティ割のトップページに飛びます。キャンペーンページが開きましたが、予算がなくなったら終了です。なので予約が早めに決まっている方はもう買っちゃってください。下にスクロールしていくとスキー場一覧があります。そこの青い文字を押していただくと今やっているスキー場さんが出てきます。この中から志賀高原を探して熊の湯スキー場をクリックしてください。そうすると熊の湯スキー場で今使えるお得なチケットの情報が出てきます。さて、ここでチケットを購入に進むをクリックしてください。そうしますと次に注意事項が出てきますので、確認していただいて下にある確認しましたをクリックします。そうすると次にチケットの種類が出てきます。ここから枚数を選んでください。ここ、とっても大事なので一回止めてでもいいので、注意事項をよく読んでから購入をお願いします。例えばですね、人数変更キャンセルとかができません。1枚だけ変更したいとかっていうことができないので、予定をよく考えてとか、あと3日に分けてくるとかっていう場合は別々に購入、複数回購入いただいた方がキャンセルしたりとかね、変更したりするときに楽になりますのでご注意ください。さて、必要事項とね、決済方法を入力したらクーポンを利用するの選択するを押してください。ここを押さないと半額になりません。なのでここが一番大事です。選択する、必ず押してくださいね。押さないとまだここに黄色い文字でクーポンは適用されていませんとなっています。適用中になったのを確認すると下にある料金が割引額といって半額割引になってます。この例は大人3枚で購入してますね。で、これができましたら次へ押すと次の画面で決済情報とか入力とか確認とかをして登録ができます。これでメールが届けば申し込み完了。あれ、メール来ないよとか、個人の設定によってはね、フィルターがかかって届かないことがあるみたいです。そんな時はどっから確認するっていうことなんですが、先ほどのアカウント、ね、メールアドレスとパスワードを使ってログインをしてみてください。予約の確認方法です。アソビューにログインをして右上のメニューまたは下の予約管理をクリックしてみてください。ちなみに次の画面は右上のメニューを押した時の出てくるメニューの画面ですね。予約管理というとこです。ここを押すと次の画面に飛びます。体験前にこんな感じでチケットが表示されているのでクリックして確認してみてください。中身を見ることができます。そしてあとは当日ですね、画面を見せてチケットを受け取るだけです。ここからチケットを使用するとか、あと届いたメールから表示をしてリフト券売所で見せてください。使い終わると体験後にチケットが表示されたり、その他のところですとね、キャンセルというところに入りますので、そちらもご確認ください。さて、この方法はですね、熊の湯スキー場の方法ですので、他のスキー場に行かれる方は皆様それぞれのスキー場さんに問い合わせをしてみてくださいね。
ではお得なチケットを使っていただいて、残りわずかですがスキーシーズン、ぜひ熊野湯スキー場にお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。